こんにちは、シルクファミリーのキリュウです。今日は初めての方のご紹介です。彼は手袋、いろんな手袋作ってくれてます。小泉靴下もね、そうです、あの、ね、すごいよね、手袋作ってしまってます。いろいろ作ってくれてる方なんです。ちょっと体大きいので嬉しいです。私ちっちゃく見えてなんかすごい面白いんですけど、意外と、うん、あの賢くてすごくいいものを作られる方なんで、ちょっとびっくりします、いつも。で、こう、この方作ったの、いつもふざけてはるんですよ。何考えてんやろみたいな感じなんだけど、ね、製品作ったらすごいなって、あの、この人作ったゴヘミのこう裏とか見て、これはでけへんってみんな言い張るぐらい、あの、バッチリ作るよね。まあ、一応製品はね、こだわりも持って作られてね、やっぱりいいものを提供するようにさせていただいてますので。真面目に張りますね。こういう人じゃないんですよ、普段。めっちゃ面白いです。で、今回ご紹介したいのは、いつもあの使っております、まあ、スーパー G ですけど、クイーンウールですね。こちらの糸を使って、まあ、去年も作ってたんですけど、今年またね、すごくいい感じできましたね。ふわっとした感じ で、少しあの網目大きくして、長くして。まあ、この糸の特徴はね、やっぱりニュージーランドのウールで、やっぱりあの 16.5 マイクロンっていうぐらいのセーターでもすごくいいやつだよ ね。それ使って手袋なんですよ。そうですよね。軽くね、あの。使ってレッグウーマとかもいっぱい作ってますので、そうですよね。びっくりするぐらいいいよね。びっくりで、やっぱりあの風合いも柔らかくて、そう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 、やっぱり仕上がりが軽く上がって、裏もシルクということで、あの、うん、裏シルクですからね。喜んでいただいてるかなと思いますけど。で、去年も作ってたんですけど、今年はこう毛をちょっと出してね、そうですね、ふわっとした感覚で、ちょっとあのバルキーでちょっとあの洗ったような感じで、まあ薄地なんですけど、すごく暖かくて、私大好きな手袋。そうですよね。今回は新色ですよ。新色。そうですよね。チェリーピンクが入りました。チェリーピンク木です。なんかこの色ってなんかどんな服にもちょっと合うんだよね。あ、そうですね。やっぱりエレガントっぽくやっぱり合いますね。何っぽく？何っぽくって言いたいんですけど。なんで？まあ着る人がやっぱりね、いい組み合わせしていただいてますのでね。あ、やっぱり着る人がいい組み合わせをして。そうですそうです。差し色として。差し色としていい感じですよね。そうですね。これ私ぜひ。買ってつけたいと思います。でもね、すべすべになるんです、内側シルクなの で、ね、そうですね、ぜひぜひまた。そしてもう一つ、去年は何で作ったんだっけ、あれは、カシミヤ風のカシミヤ風 の、 なんかあの糸を使って作らせてもらったんですけどね、今回 は、あのこれもいい、あの、ヤクウールという形でね、タスマニアです。タスマニアです。すみません、結構いろいろ作らせていただいてますので、ちょっと後も混乱してもらって。あの、いつも大体混乱してます。こんな感じです。そうです。焦ったな。そうです、焦りましたね。タスマニア、ね。これはね、こういう、こういう感じ。ね、なんで、まあ、あの、携帯今それ撮ってるんで出せないんで、こちらとかの指紋認証とかもできますし、あの、ちょっといろいろね、こうできますので、カメラなんかもすぐ出ますね。そうですね。そう。あ、なんかすごい面白い。ちょっと変わったようにね。そう、で、使う方の指だけ開けてね。開けてっていうことですよね。そう。で、また閉めれるので、左利きの人もいらっしゃいますので、両方つけてますので。この辺使う人はあかんな。あ、そうですね。そうですね。もう日本しか。こっちだこっちやね。どっちだなと思って、それぐらい。お帽子、すごい可愛いですね。かぶせで。そう。すごくあったかいね。そうですね。ちょっと柄もね、柄がね、ちょっと今回頑張ったんだよね。そうですね。素敵な柄も。そうですね。これ、見えにくい柄だと思うんですけど、こういう柄。何柄？アーガイルっていうのかな？いや、アーガイルじゃないんですけど。なんだっけ？いろんな、縄柄みたいな感じで。縄柄？あ、縄柄のちょっと、はい、ここですよね、違ったやつね、はい、そう、頑張ってね、何度も作り直してくれて、まあ、いろいろね、サイズ感も ね、相当時間かかったよね。そうですね、やっぱりいろいろね、女の人で2ヶ月ぐらいかかったな。そうですね、いろいろ修正とか長さとか修正どっさりできました。いろいろ、ね、ウールの修正がね、結構やっぱり性質があるから、粗いとかね、いろいろありますのでね、難しい部分もあるから。で、
今週出来上がってくるんだよね。あ、そうです。今週入れさせてもらう予定ですので、はい、そうですね。ね、28日には販売できるかなと思うんですけど。思ってます？はい、思ってます。バッチシです。バッチシ。だいぶ時間や制作からね入れていただきましたので、ね、待っていただきました。計画とあれだいぶかかったね。そうですよね。大変だったよね。そうですね。大変ですね。奥さんも来てくれたり。いろいろ。まあいろいろ。みんなにサポートしてもらいながらずっとできまして、ありがとうございます。いつもね、洋画作ってくれてね、本当にいろいろね、喜んでいただける商品をね、やっぱりいろんな商品を作っていきたいなと思いますので。彼はうちで一番数を出している製品も作っています。それが何かは今日はちょっと言いませんけどね。またあ、そうですか。さ、次の一番売れてるやつ、あ、そうですか。また数がね、また紹介いただけますか。また紹介しましょうか。あ、そうですか、ね、はい、ありがとうございます。なくてはならない方なんです、シルクファミリーでは。またこれからもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ切りに行きますね。あ、そうですか。